政治の笑いあれるぞって。大丈夫。俺が無知だから。逆にあれだい。中途半端に知識あるとあれると思うけど、何も知らないからあれる要素がない。だからでも選挙もなんかジュースくれるとかそういうのがあればなんかちょっと、いいと思うんですよね。その、いや、行かなきゃいけないのは知ってますけど、なんかジュースくれるとかそういうのがあれば、もっとなんか、若者も行くんじゃないかなって思うんだけど。青が来る。青が来る。もうやばい、もうやばい、ちょっと、もうやだ、もう絶対、もう無言でやる、もう。もう、ちょっともう、もういいって、もう、選挙のジュースとか、もう、やだ、もういや、俺おかしいこと言ってるかな、でも。だってさ、正直、国民の義務っていうのは分かってるけどさ、それにしてもさ、だって、行かない選択肢もあるわけじゃん。迷ってる人たちを行かせる、行ってほしいなら、なんかちょっとご褒美みたいな、なんかちょっと、来てくれてありがとう的なさ、そういうのあっても俺はおかしくないと思うんだよね。もうなんかあの、もういいよ、あの、ちっちゃい、声優で売ってる50円のあの、一番ちっちゃいカンカンのコーラとかさ、あの、オレンジジュースとかでいいんだよ。なんかそういうのがあるっていう事実だけでさ、なんかよし、行くかってなるじゃん。いや、それじゃあ自分で買う。いや、違う違う違う。いや、だから、まあ、なんかそういうの一個あったらさ、なんかちょっと、まあなんかちょっと行くかってなるじゃん。なんかさ、何もないとさ、もう、パチ屋でもらえるヤクルト的な、わかんない。例えが、パチ屋行ったことないから、パチ屋ってヤクルトもらえるの。え、めっちゃいいじゃん。国民全員分のジュース揃えるとしたら10億以上かかるけど、無駄じゃないって。あ、だからそういうなんか、無駄とか言ってるけど、でも投票してくれるんだよ、それで。ちょっとの譲歩かもしれないけど、ちょっと、まあ、あ、じゃあジュース今回あるのか、じゃあ、まあ、まあ、そ、な、ちょっと気使ってくれてるな、行こうかなってなるじゃん。だから、じゃあお前ら別にジュースもういらないじゃん、じゃあ。じゃあ、欲しいやつだけもらおうよ、じゃあ。そしたら、そんなかかんないでしょ。その、お前らじゃあもらうなよ、絶対ジュース。お前そこまで言うんだったら。じゃあお前ら投票行ってジュースあったらもらわないんだな。暑い中行ってさ、疲れたってさ、ジュースあっても、キンキンに冷えたジュースでもいらねえんだな、じゃあ。絶対に取るなよ、お前ら。お前ら一本全員ジュースあげるからこの話終わろう、もう。いくらだ、これ。声優で、50円買ったとして3500×50。いくらだ、これ。ちょっと、政治の話してすいませんでした、本当に。不快になった方ごめんなさい。俺本当に真面目に喋っただけなんで、それだけは分かってください。この話は終わりです。ちょっと俺もちゃんと語れるように、ちゃんと勉強するわ、そういうニュースとか見て。ちょっとレベルが低すぎるわ、俺。ボドラさん、コメ欄が騒がしいです。皆さん、落ち着いて落ち着いて。な。争うのやめよう。何で荒れてるか知らんけど。仲良くしようぜ。テニスで40対40の時なんて言うんだっけ ?40 ラブじゃなかったっけあ、デュースか普通に。ジュースじゃねえかやべえ、それすらわからない。俺もうジュースの振りなのに、これデュースって言ってジュースなの流れなのに、40ラブじゃねえ、違う、バカじゃん、俺。もう全然振りに対応できてない。40ラブじゃねえ。